はい、渡辺選手の会見を始めたいと思います。まずは本日のゲームを振り返っていただいてコメントをお願いいたします。あ、ちょっと最後ヒヤヒヤしましたけど、まあ、勝てて良かったです。はい。はい、何か話しもっとしゃべってください。どうなんだろう、まあ、昨日も、すごいいい試合ができたんですけど、まあ、昨日終わって、まあ、取材を受けたことも取材を受けたんですけど、いや、まあ、いい試合はいい試合だったんですけど、やっぱり勝たないとホームですし、今もそうですね、まだ5割勝率も5割ですし、まあプライドが強いからといって、やっぱ負けてしまって、いい試合しても負けてしまってはダメだなって昨日思ったんで、本当1点でも多く勝つことが今日の目標だったんで、そうですね、まあそれができたんで、はい、良かったです。はい、ではいくつか質問を受けたいと思います。はい、お疲れ様です。開幕カードで、余裕でトヨタと連敗を喫して、今日ホームの方でトヨタとなったということで、諦め、この試合、チームの出来が数段良くなっているというところがあるかと思います。一番こう中でプレーされてて、これはその開幕戦から成長したの変わったなと思われるチームとして、どのあたりを感じて。そうですね、まあ、大きくやってることを変えてはいないので、何が変わったというよりも、そうですね、一人一人がその、まあ、コーチの言うことだったりとか、まあ、もしくはコーチの 言わないことであっても、まあ、その出てる5人もしくは途中から入る選手も、そうですね、そういうやることを徹底できるというか、まあ、多少のミスはありますけど、川上監督に言われたことだけではなく、その中でそうですね、プレーを作れる選手もいれば、シュート決める選手もいますし、まあ、その誰が一人がボールを持って攻めるっていうバスケットじゃなくて、やっぱり、まあ、例えば遠藤とか今日出て途中からいいシュート入れましたし、まあ、ダイさんもそうですし、まあ、活躍できる選手がいる中で、それで監督も誰をずっと出すっていうわけでもなく、結構シェアしてくれるので、まあ、選手起用もいい感じでいってるんじゃないかなっていう、まあ、もちろん雰囲気ももちろん、その前のトヨタの時よりはやっぱりいいですし、そうですね。はい、一番このデンプリのシビアな局面でどのプレーになったことなかったんですけど、一番このシビアなところでどういうプレーが一番心がけました。そうですね、まあ、ディフェンスではやっぱり相手のシューターのところはやっぱり10点離れてても、やっぱり、まあ、自分のところでちょっとミスしたところあったんですけど、まあ、入れられる、シューターが打ってくるっていうのも分かってたんで、まあ、そこが一番集中しなきゃいけないところだったですね。まあ、途中ちょっとやられてしまったところあるんですけど、まあ、オフェンスというよりも、自分はオフェンスというよりもディフェンスに10点置いてやってましたね。まあ、オフェンスではやっぱり、まあ、田臥さん中心に、最後は、まあ、時間を使いながらっていう感じだったんで、まあ、空いたらシュート打とうっては思ってましたけど、はい。シュートは絶対まずい選手、まずい。ああ、そうですね、まあ、松井選手だったり、岡田選手だったりは、もう本当、まあ、ああいう局面だと目の色を変えてやってくるんで、そういうの分かってるんで、そこでやられるってなると一番良くないんで、まずはそこですね、はい。はい、他に。昨日も石川さんの途中で渡辺選手が出て、ちょっと流れが変わった雰囲気があったんですけど、今日はスタートから出て、でなんかチームの出だしからいい雰囲気で流れたと思うんですが、特に監督の指示があったのか、選手同士で何かそういった話し合いとかっていうのはあったんですか。最初のいい雰囲気を持っていけたところですか。はい、いや、特にまあ話はないですけど、まあ、いつも出だしあんまり良くないので、まあ、言わずとして結構みんな最初からシュート狙いに行こうっていう感じはあったと思います。別に特に話し合ったことはないですね。結構寸前にまで自分が最初に出るっていうのは分かんないので、はい、そうですね、特
にはないですけど、まあ、意気込みというか、なんかこう、スタートで出る。ああ、いや、もちろん最初から出るからには、やっぱりすごい激しいチームなので、まあ、受け立たずに、しっかりアグレッシブにやり返そうっていう気持ちで出てましたね、最初は。はい。はい、他にありますでしょうか。内容でしたら、渡辺選手の会見は以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。